見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。90歳の人が腰の骨を折ったら、社会復帰は難しいのではないでしょうか。でも私は、先月は世田谷、先週は武蔵野と行きたい美術館に行き、家や写真を見ている。この書斎に上がってきて、原稿を書こうと思っている。つまり、死ぬ準備ができていないんです。都内の自宅階にある書斎で、座椅子に腰を下ろしてよどみなく話しているのは、ノンフィクション作家の沢地久枝さん、91、である。1930、昭和5年9月3日、5人兄弟の長女として東京で生まれた沢地さんは、2、4歳の時一家で満州に渡った。14歳で終戦を迎え、ソ連兵の狩りから母と必死で逃れた。46年8月、15歳で帰国の道に。取り合わせたいただけの貨車では、赤ん坊が線路に転げ落ちていくのを見たり、転落した青年が死亡したことを聞いたりした。人が一生で経験することを15年で全て経験した、と振り返るほど、凄惨で過酷な日々だった。49年に中央公論社に入社、50年から勤労学生として早稲田大学で学び、53年、3歳年上の男性と結婚、婦人公論編集部時代の6年に離婚し、翌年退職した。7年、41歳でノンフィクション作家デビューすると、78年に、火は我が胸中にあり、全日本ノンフィクション賞、爽快よ眠れミッドウェイ海戦の生と死、84年、および、記録ミッドウェイ海戦、86年、で菊池寛賞を受賞。昨今も顕筆を振るっていた。そんな沢地さんが、昨年5月、一人暮らしの自宅で転倒して、腰椎を骨折。そのまま寝たきりとなり、医療介護4の認定を受けていたのだという。しかし、毎月3日に東京、国会議事堂前で、反戦、メッセージを示すスタンディングを続けているというではないか。電話がかかってきたので急いで取ろうとして、洗面台のあたりで転び、腰を強打。その朝は9時頃に目が覚めて、新聞を3紙、玄関から持ってきてベッドで読んでいました。そのうち電話が鳴ったのに気づいたんです。一旦切れて、もう一度かかってきたので急いで取ろうとして、洗面台のあたりで転んだ。そして腰をひどく打ったんです。沢地さんが自宅1階で転倒し、第二腰椎を骨折したのは0年5月11日、月曜の午前11時頃。携帯電話も持たない独居の彼女は、横転したまま動けなくなった。もう痛くて、あまりの痛さにちっとも動くことができない。私はそのまま、しばらく固まっていましたね。痛さ以外の記憶がまるでないが、結果時間も、微塵も動けずにいた。6年下の妹、みどりさん、85、からの電話が、その膠着、を解いた。その電話は、救いの手、だったはずだが、なぜか沢地さんは、助けに来て、とは言わなかった。好き好んで一人暮らししているわけです。何でも自分で始末したいのね。それが根元にあるものだから、自分のことで、兄弟に余波が行くのが許せない。そこからまた時間ほど動けずにいると、15時頃今度は隣家に住む10歳下の弟、年穂さん、81、から電話がかかってくる。弟はすぐに駆けつけ、お医者さんに行こう、と言いました。けれど、私は、行かない、と言ったら行かない、頑固なお姉さんなのね。結局、病院に行ったのは翌朝です。ちょっと待ってね、手帳を取ってくるから、病院に行ったのは翌朝、そこで第二腰椎の骨折が判明した。さぞ驚いただろうと問うと、沢地さんはあっけらかんと言うのだ。痛さから、ひびくらい入っているだろうと思っていました。骨折も初めてでなく、数年前に第一腰椎を折っていて、左膝は1年にと、何度か折っていますから、ところが病院の入院病床は空きがなく、帰宅して静養するしか術はなかった。激痛に耐えながら、何とかタクシーで帰宅したものの、それからの毎日をどう生活していったというのだろうか。